こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通して、シニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインやDAWなどの情報も含めて、私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そして、その先には、音楽作品を商品化することにより、収益化の可能性もありますので、そのお話も、私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画は、昨日ビートルズのヘイジュードの二胡用カラオケを作ったのですが、カラオケ音源制作の参考になると思いますので、その作り方を紹介したいと思います。今回の事例は、市販のMIDIデータを若干修正し、ピアノ等使えるところを使って、アコギとベースをBAND In A Boxで作ってミックスしたというやり方です。キーを変更したり、テンポを変更したり、使用楽器や尺やフレーズの変更なども可能となり、自分好みのカラオケを作れるので、オカリナ等のソロ楽器をやっている方は、ぜひ参考にしてやってみてください。それでは、早速やってみましょう。
今回の動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウとハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。